はい、こんにちは、まめと申します。スクールボーイズ夢の岬再編実況プレイ続きからやっていきたいと思います。今回から月くん編ですね。ということで保健室なんですけど、前回は空くんに残ってもらったので月くん残ってください。じゃあ月くん、悪いけど残ってくれるかな。うむ、わかった。子供みたいなことを言ってしょうがないやつだ。月が茶化すように微笑む。銃も年下の子に言われるなんてな。じゃあ僕は教室に戻ってるね。マミオくん、お大事に。料理班の仕事よろしく頼むな。うん、できるところまでやっておくよ。そう言うと空は保健室から出て行った。二人きりになりましたね。あら、お兄ちゃんの方はそばにいてくれるのね。はい、ブスだが寂しいと言って聞かないので。恥ずかしい、言わないで。うく、二人を引き止めるのに必死だったとはいえ、こう改めて言われるとかなり責任ものだ。うえへへ、寂しいよみたいな、そんな感じで引き止めたんでしたっけ。まったく大の大人が恥ずかしい。思わず布団で顔を隠す。あらあら、ブスダ君もまだまだ子供ね。あははは。でもこれで安心だわ。先生はちょっと職員室に用事があるから席を外したいんだけど、赤嶺君がしばらく様子を見ていてくれるわね。はい、承知しました。ありがとう。それじゃ行ってくるわね。こうして、保健の先生までいなくなり、保健室には月と俺の二人きりとなった。妄想がはかどりますね、これは。ごめんね月くん、わがまま言っちゃって。構わないさ。空が風邪をひいた時も同じことを言っていたし、そうなるのもきっと仕方がないのだろう。つい寂しくなっちゃうんだよな。人というより少年恋しくなっちゃってるんですがね。すると、月がベッドのそばに椅子を寄せ、手をこちらへ伸ばしてくる。お兄ちゃんって感じがするよね。月くん、何してるの。月は俺の頭に手を置き、まるで幼子をあやすかのように撫でた。空が風邪をひいた時、こうされると落ち着くと言っていたのでな。嫌だったか。嫌ではないが、子供に頭を撫でられるのはなんだか気恥ずかしかった。でもその手つきは優しく、安心させられるようなぬくもりを感じて不思議な気分だった。ううん、そんなことない。俺はしばらくその心地よさに浸る。他にしてほしいことはあるか。俺にできることなら何でもするぞ。遠慮せず何でも言ってくれ。大丈夫だよ、風邪ひいてるわけじゃないし、そこまで気を使わなくっていいって。何を言ってるんだ。そうやって小さなことを侮るとこじらせて帰って長引くぞ。それはそうだけど。こんな時ぐらい変な意地を捨てて素直になれ。そうした方がお前も楽なはずだ。この子大人びてるな。年の差なんて関係なく甘えてしまいそうになる。じゃあさ、頭撫でてくれるだけじゃなくて一緒に寝て、これはさ夢じゃない、夢の中の夢じゃない、夢の中の現実。ややこしや。思わず本音がこぼれる。一緒の布団にか。しかし俺が入ったら狭いし、きっと暑苦しいぞ。それがいいんだって。ほら、体調崩すと心細くなるからさ。そうしてくれた方がもっと落ち着くなぁなんて。我ながらなかなか苦しいな。でもこの子ならきっと。そう言うんだったら仕方がないな。ではもう少し端の方へ寄ってくれるか。ありがとう。ささ、どうぞこちらへ。俺がスペースを空けると月はベッドに上がり、俺の隣で横たわった。そして今度は俺の背中に手を置き、ポンポンとテンポよく背中を優しく叩いてくれるのだった。完全に保育園の先生がさ、こう寝るときにやってくれるあの要領ですね。誘ってるこれ。ツッキー、どうだ、これで落ち着いたか。うん、ありがとう。本当に心地いいや。
ずっとこのままでいたいな。ずっとこのままで いつまで経ってもと、このままではいつまで経っても体調が戻らんぞ。噛みすぎて、実際は調子が悪いわけじゃないし、このままでもいいんだけどね。それにしても割とうまくスムーズにこうなったけれども、これって結構すごい状況なんじゃないか。絶対夢じゃん。ショタコンの俺の隣に中二の男子が同じベッドで横になっている。夢にまで見た状況が今まさに現実に。ハテナついてますよ。俺の胸の鼓動はどんどんと早まる。この若くて筋肉質な胸元に顔をうずめたい。抱きたい。いや、むしろ抱かれたい。こんなイケメンに抱かれるなんて、たとえ男でも幸せだろう。もし俺が今彼の胸に飛び込んだらどんな反応するだろうか。やるの？ギュッ。あ、ブスだ。俺の体は自然と動いていた。ごめん月くん、俺たげる。本当に仕方のないやつだ。そうだな、遠慮せず何でも何でもと言ったのは俺だ。存分に甘えさせてやれ。月が俺の背中に手を回し、力強く抱きしめてくれる。そのたくましい体に顔をうずめ、俺は全身で月を感じる。そこで俺のスイッチは完全にオン。夢でも、でもいい、どうにでもなりやがれ。うつつ、なんだったっけ。なんかこの前調べたばっかなのに、俺はやりたいようにやらせてもらう。ガバ。俺は月に覆いかぶさるような体勢に変える。ブスだ。こんなチャンス今しかない。このチャンス逃したら次はないかも。さあ、このリアルな夢の中で普段の欲求不満を晴らさなくては。やっぱり俺、抱かれるより抱きたい。愛されるより愛したい。名言ですか。美味しそうな少年。いただきます。起きたか。やっぱり夢でした。具合はどうだ。少しはマシになったか。隣を見るとベッドの横にある椅子に座る月の姿があった。気持ちよさそうに眠っていたな。その割に勢いのある寝起きだったが、怖い夢でも見たのか。あれさっきまで、あれ、月くんベッドの中で一緒に寝てたんじゃ。何を言ってる。病人の床を、おかすでいいのかな。ことなどできるはずないだろう。あれってさっきのあれは夢かい。夢の中でさらに夢を見たのだね俺は。まったくこの夢はどこまでおでって俺を踊らせればいいんだ。今日ラリルレロが絶望。はあ、いつも差しすせそうなんだけどね。だいぶ元気になったようでよかったな。先生もお戻りになったし、もう集合時間だから俺は教室へ戻るが、ブスダはどうする。おでもまたディバティ。夢なんだから夢の中ぐらいもうちょっと夢見させてくれよ。こうして俺の欲望は空回りしたまま、俺たちは教室へ戻った。なんと意図哀れ。大丈夫かブスだ。あ、これはお家に帰るあれかな。なんでもないよ。とじゃかっと、月くんたちともっと仲良くなって美咲さんを一緒に過ごしたい。そんな気持ちを抱きながら俺は眠りへと落ちていった。はい、ということでこれはまた惹かれるあれかな。まあ惹かれはしないけど、ブスだー、危ない。え、あ、同じだからか。なるほどね。はい、ということで月空の、イベントか。最近駅前に美味しそうなパフェ屋さんができたんだよ。でも外装が派手でちょっと入りにくいんだな。あれかな、この前あのしのぶの誕生日の時にアフレコさせてもらったあのお店かな。そうなのか。こういう時女の子だったらな、女の子だったらなってつい思っちゃうんだよね。やっぱり男一人でああいうお店に入るのって恥ずかしいし。
空が女性だったら今頃はきっと赤ちゃんができてたな。ね、兄さんね、デリカシーがないんですよね。最低。本当に面白いんですよね、この兄さん。午前中しかない授業はすぐに終わった。せっかく中学生になったのに授業が短くて物足りないなと。ここもじゃあカットかな。はい、ということで大幅カットですね。メニュー開発ですね、月空のお家で。で、ムシムシが出てきたので、前回はね、可愛いチワワのごとく震えてた空くんを助けたんですが、今回は月助けます。どうやって助けるんだろうね。月くん、加勢するよ。俺は机に置いてある調理本を丸め。ゴキブリ退治並みですね。月の隣で構える。よーい。お前は空と一緒に逃げろ。ここは俺一人なんとか、一人でなんとかする。何言ってるんだ。戦場に少年を置き去りにするなんて、ショタコウが聞いて呆れるぜ。月くんがなんて言おうと一緒に戦わせてもらうよ。空くんはもう外へ出たから大丈夫。そうか、ならばその意気込みを見せてもらうぞ。見ての通り、相手はかなり素早い上、物音に強く反応する。じわじわと追い詰めるような戦法は通用しない。なるほど、一撃必殺で仕留める必要があるんだな。その通りだ。しかし敵は一匹、こちらは二人。この優勢を使わぬ手はない。ここは挟み撃ちにすることにしよう。俺は右から、ブスダは左から、三つ数えたら同時に攻撃だ。承知、遅れを取るなよ。ふっ、言うじゃないか。では行くぞ。1、2の、3。クモも、かわいそうになってくるわ。え？やられたのは、俺だった。これいいね、これいいね。あ？このさ、ここに見えてるこれ、クモかな？どうなんだろう。はい、リーチの短い俺が一足早く飛び出したのがいけなかったか。逃げ道の残った敵は攻撃を素早くかわし、月のモップは突っ込んだ俺に襲いかかったのであった。くっさい。すまない。くそ、武器が違ってタイミングが合わんな。このまま攻撃してもまた逃げられてしまうな。一体どうしたら。俺たちは勝てないのか。まるで宇宙戦争ごとき、歌い文句ですが、弱腰なのは感心せんな。どんな状況であろうと、負けじと相手に立ち向かえ。タイミングが合わぬのなら、会うまで攻撃するまでだ。おお、さすが月、男らしくてかっこいいな。そういう言葉は勝負の後でいい。行くぞ。またやるな。1、2の3。今度は仕留めたの。俺の攻撃を避けた相手の退路を月のモップが塞いだが、敵は素早く迂回して逃げる。こいつもすげえな。くそー、チョコマカト。まだだ、まだ諦めるな。俺は赤峰家の長男、必ずや敵に打ち勝ってみせる。兄さん、声の方を向くと、棒状の袋を手にした空がいた。空、逃げろと言ったはずだぞ。どうして戻ってきたんだ。兄さんと一緒に戦い、前に進むために。なんかあれをくれるのかな。これを受け取って。これは感謝するぞ、空。ちょうどこいつが欲しかったところだ。月が受け取ったもの、それは竹刀だった。そこは殺人にねの。ここは同じか。勝手には刀を持つ。そう、刀を模した竹刀は俺たちの力を最大限に発揮させる。刀を手にした武士はそのまた調べるの忘れてた。峰で仲間を守り、歯は敵にのみ向け、それに必ず打ち勝つ。これ赤峰家流武士の心へと刻むべし。ブスだ、モップを受け取れ。これなら
獲物の、長さが合う。行くぞ。うわしない腕にした月とともに勢いよく雲を突く。雲はなんとかモップを避けられたが、ついに、月の市内の餌食となった。かっこいいよねこの兄さん悪く思うな。俺には俺の守るべきものがあるんだ。あれこれなんてドラマ、デジャブですねブスだ、助立ち感謝するぞ。お前のおかげで無事に勝つことができた。いや結局仕留めたのは月だから、結果を出した、出したものだけに目を奪われるんじゃない。それは協力者の糧があったからこそ成り立ったんだ読み間違いごめんなさい。男を見せた自分を謙遜するんじゃない。ブスだ、見直したぞ。俺たちさっきまで調理のメニューを考えていたんじゃ。命をかけた戦いを終えたようなこの雰囲気はなんだ。そうだ、マメオ君もうちの道場で稽古したら、きっと今よりもっと強くなれると思うよ。うむ、それはいいな。心身ともに俺たちと鍛錬しようじゃないか。あ、いやお誘いはありがたいけど、俺は別のとこに通ってるから。赤峰道場は俺にはちょいとレベルが高いかもなんて。おほう、どこの道場だ。先ほどの動きを見る限り、なんだろう、衆、のみではないようだが。ここら辺にはうちぐらいしか剣道場はないからね。あんな動きをどこで身につけたのか僕も気になるな。なんでこんな話になってるんだ。これ雲退治の話だよね。相手は雲で舞台は台所だよね。俺が心の中でツッコミを入れていると、塩兄さんが台所へやってきて、ここは同じかな。あ、ですね。はい、ということで今回はお弁当の卵焼きは月兄が作ったみたいですね。それは俺が作ってみたのだが、やはりうまくなかったか。すまない、卵焼きを作るのは初めてだったもので。少し遠慮気味に月が言う。え、そうだったの。マジかよ、それ早く言ってくれ。そうと知っていればもっと気の利いた感想を言えたのに。俺も他の党の違いでなぜ気づかなかったんだバカ野郎。ほら見ろ、月くんがあんなにも悲しい顔に。いや俺こういう辛めの味付けの方が好きだし、むしろずっとこんな辛さの卵焼きを求めていたんだよな。まさか月くんが作ってくれるなんて夢にも思わなかったよ。ほんとうまい、おいしいよ。テレニー、かわいい。ブスだ、お前は思いやりのあるやつだな。そう言ってくれると嬉しいよ。兄さんも塩兄さんと一緒にお礼がしたかったんだってさ。俺何か月くんにしてあげたっけ。昨日第二キッチンで虫が出た時、助立ちをしてくれたお礼だ。ブスダは謙遜していたが、俺は今でも感謝しているんだ。あーそっかそっか、それじゃあそのお礼の気持ちは素直に受け取っておくよ。それにしても市内を手に立ち向かう月くんは本当にかっこよかったな。あ、やっぱりマメオくんもそう思う。僕も兄さんの堅実にはいつも見とれちゃうんだよ。同じ双子でどうしてこんなに違うんだろうって勉強になるしね渋さも兼ね備えたかっこよさを持っている子なんて今時はそんなにいないもんな。学校なんかじゃさぞかしモテるんでしょ。ふったりして褒めすぎだ。そんなに大したものではない。おやおや、俺に謙遜するなと言った月くんが謙遜する番かい。ブスだ、お前は意地の悪さも心得ているようだな。ねえそらくん、月くんはかっこよさだけじゃなくこんなに可愛いところもあるみたいだよ。ほんとだ、僕こんな兄さん見るの初めて。確かにいつもと違って可愛いかも。そらまで二人して俺をからかっているんだな、この意地悪め。そんなことないよ、俺たちは素直に感じたままを言ってるだけさ。
ね、ソラ君。うん。兄さん、断じたるもの、こういうのも受け入れる度量がなくちゃ。うむ。いつになく赤くなってうつむいた月を、俺とソラは微笑ましく見つめていた。いいなあ、ソラ君はこんな素敵なお兄さんがいて、羨ましいよ。直接こういうことは言わないんだけど、本当は僕も兄さんの弟になれてよかったっていつも思うんだ。尊敬もしてるし、誇らしく感じるよ。それ月くんが聞いたらさぞや喜ぶだろうよ。言っちゃダメだよ。そしたら兄さん絶対調子に乗ってハメを外すから。大変なことになりそうですね、ソラくんのお尻が。あはは、月くんもなんだかんだで少し抜けてるところがあるんだね。そうなんだよ。兄さんってばきっと体のどこかにスイッチがあって、それが入るとただの暴走へんてこマシンになっちゃうんだから。ひどい言われようだな。でもそうは言ってもソラくんはそんなところも含めてお兄ちゃんのことは大好きなんだよね。僕別にそこまで言って。二人のやりとりを見てればそれくらいわかるよ。いつだって幸せいっぱいで楽しそうなんだもん。そういうマメオくんだって兄さんのことを相当好きなんじゃない？え？それこそどうして？旗から見たらそれくらいわかるよ。いつだって兄さんを見つめる目は幸せで楽しそうなんだもん。あはははこりゃ一本取られたな。自覚はなかったけど俺がそんな風に月を。二人してさっきから何をひそひそと話してるんだ。いつもの調子に戻った月がこちらを向く。なんでもないよ。兄さんはかっこかわいいなって話ね、マメオくん。ああまたそんなことを。俺だけ入りづらい話で仲間外れなんてずるいぞ。今度は三人がわかる話をしよう。余裕なく必死な月が面白くて俺と空は吹き出した。こうして俺は月空と共に賑やかで幸せな昼食を満喫できたのだった。はい、ということでじゃあ今回はここで終わりたいと思います。では次回もまたよろしくお願いいたします。でんまー。